まもなく終点青森に停車いたします。ちょっとお父さん起きて。お父さんってば。なんだよ朝か。ちょっと寝ぼけないでよ。ほら着いたわよ。お前はこの部屋にいろ。お父さん。おい、どうした？何があった？こいつは。どうやら始まってしまったようですね。本物の殺人事件のシナリオが。なんだか嫌な予感はしてたがな。いきなりの本番ですか。バカ野郎！殺しは遊びじゃねえんだ。テレビの感覚で現場に入ってくんじゃねえ。毛利君、君もな。めぐれ警部殿、一体どうされたんでありますか、こんなところで。わしはそのちょっと温泉にな。最近腰痛がひどくて張り込みがつらいつらい。で、なんでこんな話を君にせんにゃならんのだ。警視庁の目暮警部ですね。桜大学の浅輪です。うちの小谷教授がご好意にさせていただいております。おお、そうでしたか。警部殿、この男と知り合いなんでありますか。ん？ああ、直接の知り合いではないんだが、小谷教授といえば犯罪心理学の権威だからな。警視庁でも時折捜査に協力してもらっておるんだ。最近は訳のわからない事件が多いからな。その、なんて言ったかな、あれは。プロファイリングですよ、警部。おお、そうだった、それに頼るケースも増えてきたろ。まあ、何にせよ、小谷教授の知り合いがいるのなら頼もしい限りだ。もちろん協力してくれるね、浅輪君。軽い息抜きのつもりで来たんですよね。ん？お前さんは大熊洋二じゃないか。え？ええ、大熊ですが。おお、立派になりよって。君の小説はよく読んどるよ。現場のリアリティがよく書けとる。聞いた話だと君は昔警視庁にいたらしいじゃないか。ははやっぱりバレてたか。そのために名前を変えたのにな。もういじめるのはその辺にしておいてくださいよ、めぐれさん。10年に一人の逸材が突然辞めて一回のライターになったって。お前さんの上司が散々嘆いとったからな。まあ、今回はその分まで働いてもらうぞ。一家の狼と呼ばれていた頃の行動力あふれるファイターの君にな。オーケー、ボス。マジかよ。こいつらがそんなにすごい連中だったとは。まずいな。
とりあえずこいつがいるのが救いだが。ん？おい君、現場で何をしてるんだ。早く出て行きなさ。ジャガー三原です、よろしく。ジャガー三原、ひょっとしてあの伝説の。ふん、警部殿、こいつはただのイカサマ野郎っすよ。先ほどこの毛利小五郎がこいつのイカサマを見破ったばかりでして。バカモン、このお方は警察に協力して数々の迷宮入り事件を解決した伝説の超能力の持ち主だぞ。額に第三の目を持つという、とにかくものすごい眼力の持ち主なのだ。いや、お会いできて光栄です。どういたしまして。おい、どうなってんだよ。こいつら、名前だけでブッキングされたんじゃなかったのか。ああ、それ、さっき上の人間に聞いてみたんすけど。あ、名前で呼ばれてたのって毛利さんだけらしいですよ。他の3人は初めから決まってて、たまたま数字の並びに気づいた木戸さんが、もう一人5のつくやつでも呼んでおけって、それで呼ばれたのが。ま、俺。ああ、小五郎の5か。この3、やっぱり気づいてなかったんか。木戸さん、今回は取る前からシリーズ最高傑作になるって言い切ってたらしくて、それで杉本さんが有名どころを揃えたらしいんです。つまりあなたはおまけだね。はあ、しかしこれだけのメンツが揃うとはな。すぐに解決できそうだ。それがそうでもないんですよ、警部。ああ、今回の相手は厄介だな。現場もわからないことだらけ。しかし君らが3人揃えば解けない事件の方が珍しかろうが。わかりました。状況を詳しく説明していきましょう。まず列車が上野を出たのが7時8分。その後杉本さんは食堂車で我々と話をして、部屋に戻ったのが7時半過ぎ。列車がちょうど大宮駅に差し掛かったあたりですね。その後盛岡で弁当を届けに行った AD の彼が最後に杉本さんの姿を確認しています。つまり杉本さんは列車が盛岡を出てからここ青森に着くまでの約2時間の間に何者かによって刺殺されている。ちっ、俺が寝ている間かよ。死体の第一発見者は、この列車の車掌、武井博信52歳。切符の点検で何度もこの部屋を訪れたが反応がなかったため、終点のここ青森で合鍵を使って室内を確認。そこでこの通りというわけだ。ご心配なく、現場保持は完璧にしてあります。ん、さすがだな。寝起きで飛んでくるやつとは比べ物にならん。車掌が最初にこの部屋に来たのはいつだ。宇都宮に着く前に一度車内改札でこの部屋を訪れていますが、その後切符の点検に最初に来たのは午後3時頃だったと言っています。その時の反応は全くなかったと。なるほど。
その頃にはもう杉本さんは殺されていた可能性が高いというわけか。問題は事件当時この部屋が完全に密室だったということですよ。なんだって？ドアにはずっと鍵がかかっていたし、窓は上部がわずかに5センチほど開いていたにすぎません。人間が出入りするのは不可能。部屋の鍵は？え？遺体のそばに落ちとるぞ。そうか、つまり被害者は鍵を持って部屋を出ようとした際に犯人に襲われたんだ。だとしたら犯人はどうやって部屋に鍵をかけるんだ？ん？そうか、駅のホームから窓の隙間に鍵を落とせば後からでも密室が作れる。そこなんですよ警部。問題はこっち側の部屋の窓が一度もホーム側に向いて停車していないということなんです。何？つまりその方法で犯人が犯行後に密室を作るには反対車線のホームから鍵をコントロールよく窓の隙間に投げ入れるか、線路に降りてきて踏み台でも使って窓の隙間に手を伸ばすかしかないんです。そんなことはどちらも不可能。そしてこの密室の謎を解かなければ犯人を追い詰めることはできない。それだけじゃありませんよ。現場に残されたダイイングメッセージ。なんだと？それがあるならまあ見てください。これです。ええ、そう見えますね。しかし今回のメンバーの中で名前に10のつくものはいない。名前に数字の入っている人間が他にこれだけ揃っているにもかかわらずだ。被害者が我々に何を伝えようとしたのかどうも理解に苦しみますね。なるほど、難問だな。待てよ、10？ めぐれ十蔵。毛利君、今すぐ帰ってもらって構わんぞ。そんな、警部殿、ジョークっすよ、ジョーク。犯人の目星は大体ついていますよ。あとは密室の謎と銃の意味することが分かれば。ジャガー殿、何かひらめきませんかの？犯人はもうすぐここに来るよ。は？ジュース。来たか。真犯人のお出ましだね。お疲れ、遅れてごめんねと。おうおう、知ってる顔が2つも並んでんじゃねえか。5年前に俺を3日間取り調べてくれた刑事さんと、うるさく嗅ぎ回ってた雑誌記者。奇遇だね。どうだい調子は？久しぶりだな木戸さん。あの時と同じように一本遅い列車でご到着か？うん、悪いけど話してる暇はねえよ。撮影があるんでな。おい、カメラ用意しろ。名探偵さんたちのマジバトルが生で撮れんぞ。
あいつ。やらせておけばいいでしょう。真相が暴かれれば恥をかくのは奴だ。テレビにも出せないよ。おいおい、いくら君たちの意見でも同じ列車に乗っていなかった人間を検挙はできんぞ。それは5年前に十分。警部、もう分かったでしょ。何がだね。警部さん、何とかしてください。乗客が騒ぎ始めてしまって手に負えない。やれやれ。とにかく君たちはこの部屋から離れてくれ。私は警察の各方面に応援を要請してくる。すぐに戻るよ。あ、それから毛利君、くれぐれも捜査の邪魔はするなよ。さてと、僕もそろそろ失礼しますよ。この部屋で調べられることはあらかた調べ尽くしてしまったようだもんね。おっさんも今のうちに現場を見ておけよ。警察の連中が来たらここには入れてもらえなくなるぜ。あんたら、たく気の早い連中だぜ。ねえジャガ。